お世話になります、ひとりでございます。4月に入ってからレイドがすでに2回更新されておりますが、さらにもう1回ね更新されましたので、その情報を共有させていただきたいと思います。出現するポケモンについては、バイウール、イオルブ、マルヤクデ、アーマーガー、カジリガメ、そしてメタモンでございます。なので今回のテーマは、ケンタで序盤で出てくるポケモン的な感じかな、プラスメタモンですね。まあ、はっきり言ってそんな魅力はないかもしれないですけど、まあ、メタモンはね確実にいいと思いますので、この機会にゲットしとくのがいいんじゃないかなと思います。色違いもね特に確率アップなしなんで、そこ残念ですが、まあ、悪すぎるレイドではないと思いますので、やっていきたいと思います。それではやり方については、不思議な贈り物からですね、ワイルドエリアニュースを受け取ってやっていきましょう。はい、受け取りましたね。これでやっていきますよ。で、いつも通り出現場所についてはどこでも出ると思いますので、好きなとこ行きましょう。私はいつものところでやっていきたいと思います。あー違うね。おお、ちょっと怖いよ。いやー早く、ちょっと早くして、待ってよ。え、結構怖いぞ。ちょっと早く出ろ、頼むっておい、私どんだけ運悪いんだ。ちょっとひどいぞ、マジで出てこないんだけど、ひどいな。終わってんだろ。おい、そんないいやつじゃないのに、なんでこんな出てこないの。ちょっと、おー、ようやく来た、ようやくだよ。まあ、とりあえず一体何でもいいですから、こいつ戦っちゃいましょうか。フェローチェいましょう。はいはいはい、ここもう驚くとこでもないね。もうカジリガメなんか腐るほど見たが、逆に見てないか。こいつはもういすぎて逆に見てないパターンのポケモンですが、倒していきましょう。もう何のコメントもないわ。あ、でももしかしてカジリガメって巨大マックスじゃないやつだと初めてかな、地味に。そんなことないかな。そういえば今回は巨大マックス出ないらしいので、まあ珍しいですよね、ある意味で。うわー、やられちった、バカだフェローチェで来るんじゃなかった、ペラすぎる。うわー、こいつもやられちった、もう終わりだ、やばい、最悪だよ。あー、ようやく倒せた。めちゃめちゃ長期戦になったわ結構だるいね、鉄壁とか使ってくるから。何度か倒したけど、なんでこいつに苦労しなきゃいけないんだよっていう愚痴が漏れちゃいますね。いや、ここさすがに頼むよ、カジリガメこんな頑張ってそれで捕まえられなかったらマジで最悪だからね。最悪どころじゃないよ、だってカジリガメなんて本当はそんな欲しくないんだから、別に報酬とか見るためにやってんだから、これはほとんど。はい、とりあえず捕まえてありがとう。これはありがたいね。あー、アイテムもまあいつも通りか。さすがにこれはね、豪快レイド的な感じではないので、普通のアイテムですね。こんな時間かけて1個ずつだよね、鉱石とかも。これは残念だけど、真珠、大きな真珠もありますから、まあまあいいんじゃないですか？悪くはないでしょ。めちゃくちゃ時間かけて手に入れたカジリガメ、5V ですね。まあまあまあ、まあいいでしょう。はい、で、カジリガメ、レベル60のオスですね。ゲットさせていただきましたと。特性頑丈顎で、顎が頑丈で噛む技の威力が高くなるということで、これは夢特性では、ございませんということで、技は岩なだれ、アクアブレイク、岩石封じ、鉄壁ということで、岩石封じ、素早さ下がったりとか、鉄壁で防御上がったりするので結構ね、だるいですね。で、あと岩なだれとかもやってくるんで、レイド対戦地味にだるいんで気をつけてください。で、真面目な性格ということで、このポケモン、ちょっと待って、何のゲットするメリットもないポケモン捕まえてしまった。もう、どんまいだね。じゃあ、あとはメタモン捕まえたいと思います。メタモンは唯一結構いいポケモンだと思いますので、やっていきましょうか。まあ、他のやつも特にいらないんでね。あー、無理か、一発目で来てよ。ふぅ、おい。よし、来たね。いいよ、いいよ。今回のセンスポケモン、本当になんか、剣盾をちゃんと彷彿とさせてくれるようなポケモンでね。このセンスはセンスで、なんか、原点回帰したような感じでいいっすよね、なんか。まあ、そこになんでメタモンが入ってるのか知らないけどさ。まあ、で、イベントレイドの巣のとこでね、みんなで挑戦やって、ホームボタンを押して、設定からね、一日進めるやつで、まあ、いわゆる日付変更バグですね。やれば別のね、イベントレイドのポケモン出ますので、この方法でメタも出していきたいなと思います。もしメタも来ましたけど、どうせなら5つ星行こうよ。よし、来ましたね。結構5つ星出すの苦労しましたね。軽い弾みで行っちゃったけど、全然出てこなかったはい、で、出てきてましたら、レポート必ず書いておきましょうね。それで行きましょう。ネギがないとで行こうか。よっしゃ。
行くぞ。ただやっぱりバリアが6つで結構多いっすね。右がないとなられちゃったけど、そうだ、インファイトしかできないんだ。はい、バリア壊れていく。うわ、大ジェットで、うわ、一発でやれた。インファイト3回分下がってたからきついな。バカしたな、負けるかこれ。よし、ようやくブレイブワード打てるね。こだわり解除されたからね。あ、やられた。いけ、ブレイブワード。全然食らなかった。はい、カビゴンのギガインパクトで処理ということで、味方がめっちゃ役に立ってくれましたね。リピボーでいきましょう。オッケー、絶対来るはず。頼むよ、メタモンといえど一発で捕まえさせてくれ。オッケー、いったんじゃないこれ。はい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 、ありがとう。さすがメタモンですね。ちゃんと変身してこのボールに入りやすい形になってくれたんでしょうね、おそらくね。はい、アイテムはやっぱ普通か。経験アメ L2 個、 XL1 個、ダイマックスアメ2個、鉱石1個ず、あ、金の玉とデカ金じゃん。これはまあまあ普通にね、これはまあ普通にいいでしょうね。なんだろう、あの真珠系か玉系が来んのかな。まあメタモに玉なさそうだけどね。メンタマってことか。はい、ということで見ていきましょう。 5V ですね。あー、無理か、無理だったか、やっぱ。はい、レベル60のメタモンでございますと。で、特性は柔軟で、柔軟な体によって麻痺状態にならないということで、まあこれは夢特性ではないですね。で、技は変身だけと。当たり前ですよね、陽気な性格。これ地味にいいんじゃないですか。当たりっすね、結構。なかなか悪くないよ。ですよね、皆さん。結構ないい答え聞きました。なんなら 6V とかよりもこっちの方がいいでしょっていう話ですよね。よかった。はい、ということで今回はメタモンとカジリガメゲットさせていただきました。まあ他のポケモンもね、結構スタンダードのポケモンなので、わざわざね捕まえるっていうほどでもないと思いますが、意外と巨大マックスがなしで出たりと、結構珍しいんじゃないかなと思います。で、多分期間はね4月いっぱいだと思いますので、もう4月いっぱい号外レードもなさそうなので、これで我慢しましょう。こんなポケモンだったらもうやめたもんなんて言わないでくださいね。